私ですね、桃園に来ているんですけれども、なぜ桃園に来ているかとですね、本日なんとですね、東京高円寺の阿波踊りの皆さんが、いらっしゃるということなんです。今もうそこにいらっしゃっているんですけれども、見てください、もういらっしゃっております東京阿波踊りの皆さんがですね、なんとコロナを経てからですね、4年ぶりに 4回目の開催ということで、この桃園の地でね、行うということで、僕もすごく楽しみにしております。今日はですね、なんと、北部と中部で3日間、パフォーマンスを行うということで、今日僕はですね、この桃園でのパフォーマンスを密着取材したいと思います。とっても楽しみでございます。そして今ですね、皆さんこちらでね、ミャオの前でですね、いろいろパフォーマンスをされているということで、今回ですね、僕今こちらイーミンミャオに来ているんですけれども、こちらイーミンミャオとですね、もう一つのですね、こちら桃園のレンハイコンがですね、マソ様の、誕生祭ということで、マソ文化祭りを行うということなんですね。とっても楽しみでございます。ということで、まずはですね、今阿波踊りの皆さんがですね、まだ着替えているそうなので、僕はね、その着替えを見に行きたいと思います。行ってみましょう。パフォーマンスが始まる前に、阿波踊りの皆さんが宿泊するホテルにて、踊り手楽器奏者の方々にインタビューしてみましょう。阿波踊りの基本的なことや、ここでしか聞けない阿波踊りの裏側を暴露しちゃいますよ。こんにちは。こんにちは。これは、今日は踊られる、はい、踊り子ということですかね。女性が踊る男踊りをやります。女性が踊る男踊り、そうです、そうです。どういうことですか、女性、はい、女踊りは傘かぶって下駄履いてるんですけど、はいはいはい、女性だけど、はい、男性の足袋履いてる、足袋を履いて、はい、腰を下げて、はい、男踊りを踊る、女性がやる男踊りの、これ可愛いですね。これもそうなんですか。そうです、これも鉢巻き、あの連によっていろいろ形は違うんですけど、はい、うちの連はこういう赤いハチマキを、はい、なんでこのデザインなんですか。赤でここなんか先っちょに何ですか、これ。これはですね、炎みたいな。私たちのね、スザクレンという、はい、あ、これですね、はい、ロゴですね、ロゴです、はいはい、ロゴがこのロゴが入ったハチマキ、ここにロゴが入ってるんですね。そうなんです、可愛いですね、はい、ありがとうございます。しかもお似合いでありがとうございます。ちょっと軽く踊り教えていただくこと可能ですか。はい、いいですか、はい、阿波踊りは手を上げて、はい、足を運べば阿波踊りと言われるんですけど、はい、基本的には手と足が一緒に出る、右手とが出るとき右足、はい、左手が出るとき左足、はい、これナンバっていう語なんですけど、はい、手と足が1、2のリズムで動かすのが阿波踊り。そうなんだ、もうこれだけでいいんですか。腰を落として、はい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 、手と足一緒に1、2のリズムで出すと、はい、これだけです。基本的なルールはこれだけなんですけど、はい、あの単純ゆえに奥が深い踊り。そうなんですか。じゃあちょっと一回お手本見せていただくこと可能ですか、はい、お願いします。ちょっと見せていただきます。いきます。いって、やっとさー、あ、やっとやっと1。お、かっこいい。手と足前に出してるだけなのにすごく優雅で綺麗で、これは男踊りと呼ばれるんですか。それが男踊りです。女性の踊りというのはまた違うんですか。女性の踊りは、傘をかぶって下駄を履いてて、ステップもちょっと違うんですか。右手と左手が一緒に出るっていうのは一緒です。あ、なるほど。ただ、今の人は足こう裾よけを履いてますとか、はい、またちょっとあと下駄履いてるのでちょっとだけ動きは違う。なるほど、基本は一緒だけど服装の関係で動きが変わってくるっていうことなんですね。なるほどね、ありがとうございます、はい、ちょっと中に入ってね、インタビュー聞きたいんですけど、見てください、あの傘かぶってる、もう阿波踊りしてたのあの傘ですよね、もちろん。すいません、すいません、ちょっと今インタビューさせていただいても大丈夫ですか。こんにちは。こんにちは。かわいいですね、これもうザ・阿波踊りといった感じで。お二人はちなみにこれやられてもどれくらいになるんですか。私が今年で、13年目。はい。すごいお若そうに見えるけど、もう小さい頃からやられてるんですか。そうです。そうなんだ、13年、お姉さんは。18年。長いよ、二人とも長い。ってことはもう生まれてすぐぐらい、20歳ぐらいですよね、今。でも生まれてすぐ、生まれてすぐですかね。もうちょっと女性は永遠の20歳ですから、年齢の話しないでください。ということで、あ、これじゃあもう女性踊りのお二人ということでよろしかったですか。はい。これ、この傘のこれすごい特徴的ですけど、これ何なんですか。なんでこんな形してるんですかね。ご存知ですか。わからないですよね。深い話はわからないんで聞かないでください、本当にね。なるほどね。じゃあちょっとちなみになんですけども、踊りちょっとこう軽く見せていただくことって可能だったりしますか。最初やっとさあ、やっとさあっていう声で、はい、踊り子がやっとやっとっていう声から、やっとさあと聞かれたらやっとやっと、そうです、やっとさあ、やっとやっ
あ、すごい優雅。あ、またさっきのね、女性の男性踊りとはまたちょっと違った動きがしなやかでこう優雅になるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これちなみになんですけど、すごい黄色のこれっていうのはこちらのレンの色が黄色なんですか？そうですね、女性踊りが、はい、あの黄色の衣装があのメインっていうか売りっていうか。女性踊りはみんな黄色なんですか？そうですね、あの私たちのレンの女踊りは黄色の、はい。なるほどね。ちょっとじゃあ後ろを見せていただいてもいいですか？あ、見てください、ほらちゃんとこのなんていうんですか、帯で締まってね、可愛いですね。少しこう和服に似てる感じなんですよね。そうですね、デザインとしては基本着物の形で、着方がちょっとあの阿波踊りは違ってて、はい、あの連ごとによっても着方がそれぞれあって。あ、そうなんですか。じゃあこちらの連は何が特徴なんですか？そうですね、やっぱ着物の色も他の連とは違って、はい、やっぱ黄色が目立つ色っていうところ、はい、もありますし、あと帯の締め方のここの部分も、あの同じ連の方もいらっしゃるんですけど、違う締め方の連の方もいらっしゃったり。そうなんですね。これはお互いでみんなでこうやって締め合うとか。そうですね。大変ですね。ちなみにこの衣装着るのに大体どれくらい時間かかるんですか？大体15分。早っ、めちゃめちゃ早いめちゃめちゃ早いです頑張ってきました。それほど時間がないですから今日は。わかりました。じゃあこの後ね、ちょっと台湾暑いと思うんですけれども頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。続いては楽器奏者の方々にお話を聞いてみます。ここでですね、太鼓の奏者のお二人にお話を聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。お二人とも真っピンクで素敵ですねこの服装はこのなんかこう決まりがあるんですか？いや、あの各連によっていろいろこだわりがあって。あ、そうなんですね、はい、これはこ このピンクでこの忍って書かれてる、ね、お名前ですか？忍連っていう連は。あ、なるほど、ね、あの鳴り物はピンクの衣装なんですよ、はい。あ、そう、はい、なぜピンクなんですか？なぜ特にそこは理由はなく綺麗だし、あのフィーリングで、フィーリングで、なるほど、ね、感じたままにということで結構いかつい音なんだけど、はい、結構この着流しで、うん、可愛いですよね、すごい似合ってらっしゃる。なるほどね。じゃあちなみに今回この太鼓を叩かれるということで、この太鼓はなんていう名前なんですか？これ大太鼓ですね。これ大太鼓ですか、はい、すごいですよ。持っていいですか？はい。あ、え、重った。これこの後持ってこの後ずっと背負って。え、背負ってやるんですか？何時間ぐらい？もう長いと何時間でも叩けますよ。肩こりとか大丈夫ですか？いや、もう慣れてる。慣れて、はい、ちゃんとサロンパス持っていけないですか？大丈夫です。大丈夫です。慣れてる。ちなみにどれぐらいやられてるんですか、お二人とも？私は7年ぐらい。あ、長いですね。きっかけは何だったんですか？きっかけはもともと高円寺に住み出していて、はい、で阿波踊りの祭りを見ているうちにですね、はいはい、見てる側からやる側にやったらどうなんだろうっていう興味が湧きまして、はい、それであの太鼓がかっこいい忍ぶれに入りたいなと思いました。なるほどね、はい。じゃあお兄さんは、どれくらいやられてるんですか？どうすんの？僕は27年ぐらいですね。え、すごい、27年ずっと、はい。それなきっかけ何かあったんですか？いや、きっかけはもう最初バンドやってたんですけど、で和太鼓に興味が出て、でこの連がとても素敵だったんです。あ、そうなんですね。また全然違うバンドから和太鼓に行ったんですね。そうですね、はい、もうやっぱそのあれですか、太鼓の音色がすごい綺麗だなとか叩いてる様子が。うちの連は結構特徴ある音を出すので。あ、そうなんですね。結構目立つ音だったんです。じゃあその連ごとに太鼓のなんかこうリズムとかも。あ、そうですね、各連でこだわりを持ってやってる感じで、はい、それはその奏者の皆さんが特別に考えるものなんですか？そうですね、各連の、はい、そうなんですね、皆さん、はい、いろんな連がの方がいらっしゃいます。あ、なるほどね、はい。ちなみに僕ちょっと撮ってみてもいいですか？はい、いいですか？いいですよ。ちょっと背負わせていただきます。いや、これ、これちなみに何キロぐらいあるんですか？これは15キロ、はい。嘘、はい、子供、ちっちゃい子供と同じぐらい。15キロ、高橋部長、ちゃんと持てますか？落とさないでよ。はい、お願いします。めちゃめちゃ重たいっすね。めちゃめちゃ重たいっすね。うわ、腰に、これしかも後ろでこう、なんていうんですか、後ろでこれ×の字書いてるっていうんですかね、はい、これ結構腰にきますね。これなんかあるんですか、この基本、しっかり腰を引いてと、はい、え、これでこうやって歩くんですか？そう。すごい。リズムに合わせて腰を落とすって感じです。あ、ちょっとどんな動き、ちょっと見てもいいですか？例えばこういう感じで。あ、こういう感じで歩いていくんですか？うわ、これもう腰やられますよ、完全に。お二人ともすごいですわ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっとこの後お二人のですねパフォーマンスをちょっと、ね、楽しみに待ちたいと思います。ぜひ楽しんでください。お二人とも頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
杉並区長にもお話を伺います。区長、突然なんですけれども、はい、最初にお聞きしたいのがですね、今回のこの交流会、はい、まあ、交流に関してですね、どういったきっかけで交流が始まったのかというのを伺いたいんですけれども、はいはい、高円寺の阿波踊りは、うん、大変歴史があるんですけれども、はい、そこで高円寺の踊り手たちが台湾に行かせていただいて、うん、公演をするのが今回4回目ということなんですね。過去3回は、うん、コロナで中止になっていたんですが、今回は特に台湾の方々からコロナ禍で杉並区たくさんのマスクなどの支援をいただきまして、そのお礼も兼ねて、今年は3年ぶりにやってまいりました。あ、でもコロナぶりの3年ぶりのということ で、はい、お久しぶりのということですね、はい、ちなみになんですけど、区長さん、今回何人ぐらいの方でいらっしゃったんですかね。阿波踊りの踊り手さんは、はい、約100名です。100人。はい、そしてそれを支えるまでもちも含めてスタッフがあと20人参りましたので、全員 で総勢120名で参りました。120名、はい、ものすごい大状態ですね。そうですね、なるほどね、お世話になります。いやいやいや、これもちろん期待が高まります、とても、はい、なるほどです。じゃあちなみになんですけども、今回この交流を通して、まあ、この阿波踊りを通してですね、台湾の方にどういったことをお伝えしたいですかね。はい、はい、本当に踊り文化芸術ということを、うん、が特に阿波踊りというのは、私もちょっとやってみたんですけども、奥がとっても深いんですが、それでもすぐに普通にの人が踊れるような踊りなんですね。ですの で台湾でも大変盛んだと聞いております。ですので今回もちろん親睦文化的なものも含めて、はい、台湾と日本がさらにより良い友達の関係を築けるように、その阿波踊りが一助になればいいと思っています。間違いないですね。最後にですね、ちょっと個人的なお話を伺いたいんですけれども、はい、区長、この台湾にいらっしゃって何を食べたいですか。実は今回初めてで。あ、そうなんですか。私が世界中で一番行きたい国の一つが台湾だったんです。あ、そうなんですね、はい、で一番ちょっと行きたいのはこのストリートというか、屋台の夜市とかですね、ストリートフードをちょっと楽しみたいなと思っています。ぜひ楽しんでください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。我们都在挑这么大神，等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧大神 APP 等你哦。粉丝们看的还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。